集客に苦手な人にプレゼントしてみました。はい、こんにちは。即座塾の子です。あのー、私毎日朝ね、あの、朝5時半から6時の間でライブ放送してるんですよ。で、10名から20名のぐらいの方がいつも同時接続で見てくださってるんですよ。非常にありがたいことです。ま、ああの、大体同じ顔ぶれなんですよ。これも非常にありがたいことです。ま、あそうなってくると、まあ、私とのその朝の対話が まあなんんんか面白いんだと思うんですよ一定の喜びがあったりとか気づきがあったりとかねで、えー、プレゼントというのは私のライブ放送6時にきっかり終わるんで6時からねまた誰かが放送すれば引き続きそちらの方に移行する可能性が高いんですよ当然私も6時からこっちの番組の方に行きましょうって言いますし6時から番組される方は私の番組の方に来てね宣伝活動もできるじゃないですか で集客ができていないからっていうのでじゃあ集客最初からいるお客さんはいどうぞ引き継いでくださいって言ってまあすごくいい状況ねプレゼントしてるんですけどもまあその方も去っていきますよねだからまだアクセスが低いからっていう理由でやらない人って購買意欲が高い人がせっかくアクセスの中にいてもなんか全然気づいてあげれないっていうかね。 無視しててていいいくくっうかねね自ら辞めていくんですよ、ね、まあ例えて言うとあの銀座通りで商売やってる人がいてでうちの店さ6時に終わるから6時から「あんたここで商売やったら人通りもいるし俺がもうね店を温めてるからそのまんま別の商品でも売れるよ」ってやってるのになんかね出勤しないみたいな感じですよね非常にもったいないなと思いますねだからミキヤさんもいろんなものを与えられましたけども でもねそれがなくったって多分面白いユーチューバーさんとしていろんなことに挑戦してるんじゃないかなと思いますねまあ特殊な例として、うん、これがあればなんとかなるのにっていう人はまれにいますけどもでもそれを言ったらねもうキリがないというかそういうことではないんじゃないかなと結局は与えられたカードが少なければ少なくてもそれを使って勝負していく 自分の手札が不利であっても、その不利な中で勝てる方法を繰り返して、まあベットしていくっていうことじゃないかなと思うんですよ。まあ多くの方が自分の手持ちのカード、いいカードでも悪いカードでも、でもな、どうせ負けるかもしれないなと思って、勝負することすらしてないんじゃないかなと思うんですよ。まあ別に人生はギャンブルだと言うつもりはありませんけども、人生をギャンブルにすらできないような人に、 戦略や戦術ってのはギャンブルよりも難しいですから扱いきれないんじゃないかなと思いますね。じゃんじゃんでございます。いってらっしゃい。